g ゾネタイプ R こと A5513CA は、カシオ計算機が開発した、KDDI および沖縄セルラー電話の AU ブランドの CDMA1X の携帯電話である。耐水、耐衝撃性能を売りにした g ゾネシリーズの機種であり、2005年7月に発売された。g ゾネシリーズは、2000年から2001年にかけて4。 モデルが発売され、人気を博していたが、販売実績の先細りにより、それ以降は全く製品が発表されなかった。しかし耐水、耐衝撃性能を備えた、携帯電話を求めるユーザーの声は多く、約4年ぶりに復活したモデルが、G、ゾネタイプ R である。G、ゾネタイプ R 最大の特徴は、シリーズ初となる折りたたみ式ボディが採用されたことで、あり、 開発時の最大の問題点でもあった。折りたたみ式ボディはその構造上稼働する、ヒンジ部が必要であるが、稼働するための隙間から浸水しやすくなる。そこで開発人は発想を転換し、ヒンジ部には水が入る構造だが、液晶やボディ側には浸水しない設計とした。また、通常携帯電話の開発は中身から開発し、 その後外装デザインを決めるという手順をとっているが、G、ゾネタイプ R は先にデザインモックを作り、その中にどれだけ機能が詰め込めるかという手順で開発が進められた。結局、完成したデザインモックは、可視用性の数機種の外装に多少のアレンジを加えて流用され、G、ゾネタイプ R よりも先に発売されている。タイプ R の R には、レーシング、 レボリューション、リバイバルなどの意味が込められている。ホンダ技研工業の自動車のグレード、タイプ R との関係はない。デザインは、レーシングの名の通り、オートバイのガソリンタンクをモチーフにしており、十字キーはディスクブレーキのローターを模していたり、カラーバリエーションもレースの世界をイメージした名称が付けられている。さらに、起動時の効果音には、 トヨタ自動車のワークスマシンであるセールもスープラの排気音が使われている。背面のサブ液晶にはカラー液晶に比べて視認性の高いモノクロ液晶を搭載し常時時計を表示する。また、ストップウォッチやタイマー、アラーム、電子コンパスなどの機能を備えている。なお、落下時の干渉用として3種類のカスタマイズプロテクターが付属し、 同風の六角棒スパナを使って自由に付け替えできるようになっている。本機はカシオ日立開発製品としては最後の 1X 機である。ありがとうございます。